学生収入12億結局最後のほうが1500万です。税金引いて。あー、それでも税理士やから、うまいこと悪いこともやめろ。悪いことですか。今回でございます。はい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 、はい、うわー重い重い昔の古希ぐらいあるわ不動産投資を学ぶなら楽町ファーストロジック。さあ始まりました、さらば青春の光不動産王への道シーズン2。まさかのシーズン2、ありがとうございます、ね、いやいや、ありがとう。あったんですね。あの、うん、前回シーズン1、6回にわたり行いましたが、はいはいはい、覚えてらっしゃいますか。はい、覚えてますよ。不動産王は慣れなかったってことですよね、はい、結果はね、あれからもちょこちょこ、うん、あの本間の不動産やってはる方、うん、流れ星竹上さんとか、あ、ちょこちょこ不動産で揉めてますね。まあ竹上さん呼んだら失敗やったかもしれないですね、もしかしたら竹上さんとボビーの回だけは失敗やったかもしれない最初からですね、はいまあまあ、はいはいはい、いろんな人いましたね、はい、そうですね、うん、改めて今回の企画の概要を説明いたします。まずこの企画は東袋さんのスキャンダルで、うん、仕事がなくなった時のためにさらば青春の光のお二人が不動産投資で稼ぐ方法を学んで、不動産を目指すというものになっております。スキャンダルで仕事がなくなって不動産始めて、不動産でも揉める可能性あるってことでしょ。スキャンダルにスキャンダルを重ねる可能性もあるってこと、うん、ありそうですねあいつ結局どこでも揉めてるやんけっていう可能性はあるよね、うん、それでは今回のゲストはこちらの方になります。い、農家の次男から銀座にビルを持つ不動産王になった男ということです。まあ、銀座にビル持ったら、まあ、まさに不動産王って感じはしますよね。次男からなかなか成功せんよね。いや、俺やろな、でも次男に失礼やん。大体長男か末っ子やけどな。世におるよ、別に次男でね。そうですか。なんで次男で銀座にビル持ってる人この人ぐらいじゃん。そんなことない多分やけど。じゃあ実際どんな方なのか、はい、VTR をご覧ください、はいはい、東京銀座、あの一区画が何本とかのあれでしょ。この場所で会いに行ったのは、こんにちは。こんにちは、今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。今回のゲスト、鳥山正則さん。鳥山さん、東京都心を中心に物件を所有しています。そのうちの一つが銀座歌舞伎座のすぐ近くにあるこちらの物件。近い、結構するで。購入価格はいくらだったんですか。高校の先輩から買いまして、先輩から1坪3000万、12坪、あれ3億6000万、建て替えをして約1億2000万ぐらい、合計でいうと4億8000万ぐらいですね。でもなんか安く感じるな、銀座やったら。東京のど真ん中の銀座がやはり憧れだから、その野望、男のロマンを叶えたいと思って、まあ1億、2億、3億、4億はなんとかなるので。なんとかなんねや。他にも東京ドームの目の前にあるこちらのビルなど、都心の超一等地などに80棟もの物件を所有しているんです。総投資額はなんと180億円。年間家賃収入は12億円に上ります。これはすごいな。そんな鳥山さんが買った物件の中でこれまでで一番高かったのが神楽坂にあるこちらの物件。銀座超える。こちらはいくらで購入されたんですか。9億だったと聞いてます。9億円はあれですか、銀行からの融資で。うん、そうですね、融資が8割ぐらいなので、1億8000万は頭金現金出したと思います。現金かき集めて出したと思います。8000万現金で、すごい。神楽坂から歩いて4、5分ぐらい、めっちゃいいですね。郵便局、これはね、ちゃんとした便利、郵便局が入ってるっていうのはかなりステータスなんですね。そんな鳥山さんの本業は実は税理士。あ、そうなんや。40年のキャリアを持つベテランであり、税理士法人の経営者でもあるんです。もう税金のこととか全部わかってる。鳥山さん、どうやったらそんなに稼げるの。それや。その秘訣をたっぷり語ってもらいます、はい、うん、さあそれでは登場していただきましょう、はい、鳥山さんお願いいたします。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。鳥山です。はい、
次男坊ということで、そこはそこは一回忘れてくれ。何兄弟だ。三人です。三人が真ん中。男女。はい。だから末っ子。ああ、なるほど。過去最高額かもしれないですよね。ああ、そうですね。もうそうなんです。はいはい。家賃収入12億。結局最後のが1500万です。1ヶ月1500万。儲けがってことですか。最終的にお金が残る、税金引いて。ああ、でも税理士やからうまいこと悪いこともしない。いや、悪いこと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 、節税の限りです。節税の限りは使えますけど、ね、会社50個あります。50個、会社50個持ってあんの。節税です。会社って節税で作んねん。いや、必要があるからやってるんですか。必要があるからね。はい、ということでですね、まずは鳥山さんが今持たれている物件のこちら地図になるんですが、ちゃんと23区内で。そうですね、赤いところが今持たれているところですかね。そうですね、80棟ぐらい。80棟。五反田はどうですか。あら、品川区ないですね。五反田高くて買えないですよ。銀座買ってるじゃないですか。港区もあるしやな。あと物が出ないです。あ、やっぱり物件が出ないですか。そう、俺もね、ちょっと見てるんですよ、五反田。気にしてる。見てるんですけど、やっぱ、はい、少ないですよね、やっぱり五反田ね。出ても10億以上です。ああ、そうなんや。手が出ない。なんでなんですかね、それは。他とやっぱり違うんですか、そこは。ああ、だから地主さんがなかなか手放さない。手放さない。昔からのってことだよね。やっぱり、五反田自体は、品川区自体はなんか景気がいいんですか。いいと思いますよ。いいっすよね。なんか新幹線よく LINE ニュースとかで見るんですよね。今品川区の物件持ってる人いいですよみたいな。やっぱそうなんですね。いいと思いますよ。新幹線止まるしね。あ、そうか。ゲートウェイの、はいはいはい、ゲートウェイもあるし、あれもあるし、相当発展してますし、もっとすると思いますよ。ああ、今後。今後も。でも板橋区とかにも持ってらっしゃるんですね。そっちが買いやすいんで。買いやすい。いやー、まあ、本当に都心の中心に、はい、物件をたくさん構えられているんですが、はい、実際どんな物件があるのか改めて見ていきたいと思います、はい。こちらが銀座鳥山ビルってなってるやん。いいですね。いいですね。夢やな。森田ビル建てたいもんな。いいじゃないですか。漢字とひらがなとカタカナが出てる。カタカナ、ね、何やそれ。ね、若干やかましいですね。何それぐらい俺も分かるよ。それと変えてはんねや。ただですね、まあ、4億8000万円って銀座って考えるとどうですかね。なんか分からんけど、はい、もう漠然としたイメージ、なんかこれでも安く感じちゃいますけど、一つもあれでいくらとかでしょ。3000万です。3000万、一つも3000万。今5000万だと思います。あ、だから10年以上前からまだ安かったことですか。まあそうですね。今で言うとこの額で買えるっていうのはないですか。考えれない、銀座では。7億ぐらいじゃない。あー、まあいい買い物してるんや。12坪です、12坪。12坪ちっちゃいのね。ちっちゃいな、ね、40平米ぐらい。ちっちゃいのしか買えないし、うん。じゃあ次の物件もちょっと見ていきましょうか。これか。こちらが、これが一番高い、一番高いそうですね、うん。神楽坂、近かったですね、駅からすごく、うん、はい、はい。これ6%超えてるのはやっぱりいい方ですか、リバースは。ちょうどこの6年ぐらい前に買ってるんですけど、はいはい、私の基準は年 6% の利回りという。はいはいはい。それは下回りたくないってことですね。そうです。そうしないと回らないでしょ。シーズン2になるとお二人も食いつきがまた、まあなんとなくね、分かってきますよね。大体ね。で、ここは郵便局が入ってるから、やっぱそこは信頼があるってことですか。それがいい。いいんや。もう最初から入ってた段階で買い張ったってことですか。郵便局がずっと入ってます。へえ。これやっぱり入ってると価値が上がるんですよ。これはビル自体を鳥山さんが持ってるってことやから、郵便局に貸してんのも鳥山さんってこと。そういうこと。すげえな。郵便局に物件貸してんの。そう、おかげさんで。今ですか。すげえな。おかげさんで。あー、いいね。いや、羨ましい。いや、羨ましい。貸してるやつを買ったってことです。そうかそうか、それごとってことですよね。オーナーチェンジ。郵便局からしたらオーナーが変わったってことですよね。そういうことですよね。チャンスはありますよ。まあ、鳥山さんから買う可能性ある。そういうことですよね。オーナーまた変わったらしいね。え、今これじゃあ実際売るってなったら何本ぐらいで売ってるんですか。そうですね、うわ、そうね、13、4億じゃないですか。13、4億。相場はですよ、相場は。ちょっとアコギじゃないですか。9で売ってくださいよ。検討します、検討。金がないわ、それ。でもまあ、検討します。儲けもいい物件ってことですよね。そうです、家賃が回ってる。そうですよね。なるほど。はい。
さあそんな、うん、あのまあ、資産家でいらっしゃる鳥山さんなんですけれども、うん、今日はちょっと特別なものをご準備いただきましたので、はい、ちょっとお二人にお見せしたいと思います。えー、何、まあ、ラグマジさんでも有名になったんですけど、あ生で初めて見たかも。初めてですか。金塊でございます。はい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 、はい、早く貸してください。何ですか、見せて見せて。いいですか、はいはい、すごいな、はい、うわ重い、マジ重いでしょ、はい、重いでしょ、あ、すげえ、あー、ほんまやな、重いでしょ、何これ結構ずっしりきますね、すげえな、すごいでしょ、500g、これで 500g、そっか、500g やったらこれぐらいか、だってまだ価値も上がってってるじゃないですか、もっと上がると思う、ね、そうですよ、もっと上がると思う、うわすごいわ、昔の5機ぐらいあるわ、いや疲れるな、ね、すごいね、すごいでしょ、かなり重量感ありますよね、色もいいでしょ、これいっぱいあの持ってるんですか、これも金は、うん、うん、そうですね、で金の実は金これだけ、だから金塊ビジネスもってことでしょ、これは、うん、その儲けるためじゃなくて、はい、税理士として消費税の還付を、うん、やるために買ったんですよ、個人でもことやったんですね、頭頭頭頭頭頭発明家なんで、法の抜け道をね、違いますよ、いやいや、節税ですよ、節税です、脱税はしない、節税です、手放さないですね、だからね、今日ずっとこれ持ちながら流れが触れない、流れが触れない、落ち着くわ、あったかい、手放持って、いや、すごい、これは何、あ、え、どっかに預けてないんですか、もうその会社とかに置いてらっしゃるってこと、そうです、もう大丈夫なんですか、そんな、え、大丈夫なの、そうや、そんな、うん、セキュリティは意外なところに置いてあるので、あ、まあ、会社の中にいろんなところに、いやあんまりでも社員を信用しすぎない方がいいですよ、まあ、一回泥棒入ったんですよ、一回入った、取られた、危なかったです、危なかった、うん、それからちゃんと、それから場所を変えました、流れちゃったら来るぞ、大丈夫ですかね、あ、セキュリティちゃんとしてるって、はいはい、セキュリティはちゃんとしてるんでね、自信のある方はぜひ、ダメダメ言うとです、はい、初めての不動産投資、先輩大家さんに相談したい。不動産投資の悩みを気軽に相談するなら、楽町相談室。楽町で検索。税理士の仕事の関係ということで、まあ、これだけたくさんの、ね、金を持たれてたということなんですが、ここに至るまでには、うん、あの、はい、本当にたくさんのご苦労が、まあ、それはそうですよね、というところなので、はいはいはい、少しそういった VTR をご覧ください。はいはい、東京水道橋、ここに鳥山さんが40年以上通う蕎麦屋があります。水道橋、うまそうやな、水道橋、私が20歳で福井から上京をするときに寝泊まりして机も1個あったんで、勉強をあのそこでやらせてもらいました。福井県の農家で生まれ育った鳥山さん、決して裕福な家庭ではなかったそうです。大学卒業後上京した鳥山さん、このお店に住み込みで働きながら税理士の勉強をしていたんです。当時鳥山さんと一緒に働いていた3代目店主の小林さんは鳥山さんの印象についてこう語ります。いや真面目だよね、今までにない真面目な、あのへこたれないもん、やっぱ、ね、根性が積み込みありました、3年半ぐらい、真面目で努力家、そんな鳥山さんのモットーは質素倹約、不動産以外には高いお金をかけないんだそうです。素晴らしい、腕時計してらっしゃいますけれども、うん、はい、ちょっと見せていただいてもいいですか。はいはい、こんなんです。結婚式か何かのカタログギフトで、あるね、もらったものから使われた時計です。まあ1万円だと思います。富裕層の方ですと高級な腕時計を買ったりとか、そういう方多いと思うんですけど、あのそういうの買わないんですか。そうですね、全く興味がないんですね。この後鳥山さんの規模拡大の道のりに迫ります。ほー、さあそれではですね、はい、幼少期の、はい、鳥山さん、はいね、あと上京した頃の鳥山さん、かっこいいですよ、かっこいいですよ、トレンディーワーマーですね、これは20歳ぐらいおしゃれですね、おしゃれですよね、養母と知り合った頃です、あの頃に、これやっぱなんすか、やっぱ東京への憧れみたいなのはあったんですか。もちろんあります、あったんや、もちろんあります。それはもう何をするためっていうのは決めてたんですか、うん、状況は。あのね、まず税理士になること、あ、もうそれは決めてた、これ儲かるからっていうの聞いてたんでそこなんですね、あ、そうだよ、はいはいはい、そうで、2年でなりましたよ。
あとはね、一番儲かる商売見つける。税理士になれば。経営者がいる。いろいろ聞くからか。ことね、いやすげえな。それで数珠つなぎというか、そうそう、もしこれの方が儲かるなと思ったら乗り換えようと思ってたってこと。そうそう、だんだん。いっぱいやってますから、いろんな経営者に。でもそれは、まあ、こうやって不動産で儲かって、まあ、それがもう生活成り立ちます、うん。税理士は辞めようとはならなかったんですか。うん、ならないね。税理士が基本なんですよ。はいはいはい、税理士とか儲かんないけど硬い仕事ではありますもんね。でも自分はやっぱり本業税理士なんですよ。はいはい、そこはやっぱり自分はあの副業の不動産賃貸がいいんですよ。めちゃめちゃ100倍いいですけど、はいはい、100倍でも税理士だから今があるんで、うん、そうか、やっぱりそれも一生やめないですよ。ああ一生やめない、一生やめない、すごいな、うん、どのようにして資産180億円まで上り詰めたのかというと、年表を準備しておりますのでご覧ください、はいはい、うん、最初に物件を買ったのは1986年だったんですね。俺が5歳の時だな。どういった物件だったんですか。あの、ね、ワンルームマンションですね、はい、うん、ワンルームマンション当時はね、うん、あのまだ700、800万で都心があったんですよ、はい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 、そのバブルの絶頂にかかってきたので、うん、毎月100万ぐらいあるんですよ。700万で買った。上がっていくんやろ。これは一部屋ですか。一部屋です。一部屋18平米とかそんな。はい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 、家賃、場所どの辺ですか。ね、品川です。品川、それでこそ南大井ってことです。南大井、はいはいはい、はい、うん、駅から5、6分ぐらいですよ。あ、うん、で、7、800万で、それが毎月100万ずつ上がっていく。それがバブルなんですよ。それは上がっていく、上がっていくんだろうなっていうなんか噂があったってことですか。もう聞いたんですか。私が最初に顧問した、はい、その社長がね、はいはい、自分は5つぐらいやってる、はいはい、俺これいいからやろうとか言って、はい、で私も1個やってみたいなだったので。この時で何部屋持ってたんですか。1個だけです。1個だけ、まあ、個20、はい、27歳ですから。 でこれを何年持ってたんですか。11年ぐらい持ってたんですか。 いや半年です。え、半年で売るんですか。で売るんすか。いくらで売るんですか、それは。言うとね、1200、300万。はぁ、すごいね。もっと持っとけばって。そうそう、それはなかったんや。なんでだろうね、うん、その後また買ってんですよ。ほう、1300、2300万。だから500万ぐらい儲かって、その次税金いっぱいかかるので、うん、私はね、税理士だからそれを、ねうん、払いたくないから、はいはいはい、40% ぐらいやっぱ取られる、まあ、それを買い替え特例中やったんです。その後に1200万ぐらい買った埼玉県は、はい、20年後ぐらいに100万で売りました、うん、え、なんで失敗もされてるんや。損した。それなんで損したんですか。いや、家賃が当時5万だったのが2万でも借りなくなった、うん、でもうダメだ、売っちゃうってなって。それバブル期ですか。バブル弾けた後。今から10年ぐらい前です。あー、そうなんや。バブルが弾けた後を見ていこうと思います、はい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 。1989年のバブル崩壊後ですね、はいはい、うん、ただ、ま、購入もされてるんですよね。土地が安くなったんや、一気に。ちょっと損もしてしまったというところも。そう、うん、区分マンションは結局ほとんど損しましたね、はいはい、ああ、そうなんや。で、私は区分マンションはもう買わない、うん、はあ、もうその失敗で。そう、はいはい、その失敗もあるし、あとは区分所有法というのがあって、建て替えにも5分の4の賛成ないとできない。そういうことね。タワ、はいはい、ーマンも一緒ですよ。だからあんまりしない。は、私はもう戸建ての、あ、戸建てというか土地があるやつ、はい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 、一棟もの、これにももう徹することにした、まあ、そうか。はあ、なるほど。さあ、そしてまだまだ止まりません、はいはい、ここからですね、大きな転機となったのが実は2008年リーマンショックの時なんです。最近やね。ここが転機となって、物件価格大幅下落の中で買い増しをしたと。買い増し、すごいな、うん、だからもうガンと下がったから、どうせもうここまで下がったら上がるしかないやろっていうことですか。そう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 、さすが。いや、まあそうですね、チャンス、はい、多少株もやってますね。株、株、はいはい、株もそうですよ。そうですよね。買った、絶対買った、はいはい、絶対買わないという。怖さはなかったですか、そこの、うん、下がるかもしれない。怖くないね。土地付きの、うん、一棟物で損したことないですよ、ね、はいはいはい、まあ、家賃が入るとこ選べばいい。はいはいはい、うん、これどの辺を買いましたんですか。ね、で、私を当時埼玉の四季であたりいたので、はいはいはい、東京の都心に出てきたかった。あら、だから池袋、とうとう板橋に出てくるから、はいはいはい、銀座も含めてね。板橋、ちょっとだから片足踏み込んだんですね、東京に。そう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 。そこら辺で、最初5億だったんですよ、大体投資額は、うん、リーマンショックの直前、うんうん、はい、その後50億にしました。この後に50億に行く、3年4年でね。うわ、すごっ、うん、さあ、そしてアベノミクスという形になるんですが、これみんな儲かったっていうもんな。そうです、ここで規模が一気に50億に、ここでなってる。ここで50億になるんや。そうですね、これになってるということですね。まあ、アベノミクスは
お二人もちょっと記憶に新しいんじゃないですか。まあ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 、ね、言葉しか知らないですよ。その頃年前やその金のその金融の流れとか知らんから。でも今になってあの時アベノミクスでめっちゃ儲かったんだよっていう人が結構お会いするというか、うん、さあそして去年の5月なんですが、うん、なんと17億円分の物件を買い増ししたと。何があんの？そんな。なんでこれはなんでですか？あのね、うん、このほらコロナの期間はね、うん、私もねなんか何もする気なくなったんですよ、うん、そうなってて、うん、全然買ってないですよ、はいはいはい、5年ぐらい、はいはい、でその間今度ね去年になってきたら、まあ、コロナも明けて、はい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 、でなんか活発になってきてやる気になったんですよ、うんはいはいはい、でそうやってお金が10億ぐらい残ってたんですよ残るの使ってないもんコロナやし。それでね、うん、借金できるだけして、うん、できなきゃもう現金だと、はい、やったのね。だから借金は6億しかできなかったですよ、うん、なぜかというと私の場合はね120億借金あるので貸したくても貸せませんって、すげえよな。現金11億入れて買ったのよ。なんで120億も借りててさまだ買いましたよ。いやもうええよな、やりたい放題持ちもないしな。さあそして現在は、うん、あのまあ、少しまたちょっと取り組みも行ってるということなんですね、うんうん、そう発明のね、お二人にね、うん、向いてますよ。あらまだ全然変えてないでしょ。変えてない、一回、はい、一坪も買ってないです、はい、これやりやすい方法見つけた。教えてくださいそれは。不動産のね、一番大変なのは高いからなんですよ。1人300万でできる。みんなでやって登記するんです。登記。登記ってことは20分の1ぐらいやる。はい、名前権利書もらえます。はい、ということは売ればキャピタルゲインもある。売却をするときに利益を。はいはいはい、でインカムゲインもあります。インカムゲイン。家賃収入か。はいはい、これ 8% です。はいはいはい、300万。300万。おい待て。詐欺の可能性もある。いやいやいやここ出といて、この顔さらしてんでないと。やられて150万返したいの俺らで。収益物件数ナンバーワン、不動産投資を始めるなら楽町アプリ、楽町で検索。ではここからはですね、うん、鳥山さんが考えるお金持ちな大家さんになるためのモットーを3つ教えていただきたいと思います。お願いします。はい、ということで、まず1つ目はこちらです。うん、金利交渉はするな。あ、そうなの、うん、これはどういうことでしょうか。銀行さん借りるときにね、私は3つあって、はい、まずはたくさん貸してくれる、うん、頭金少なくてする、はい、これが一番いい、一番ね。次にね、長いこと貸してくれる、あというのは返済が少なくてする、はいうんうん、3つ目金利なんですよ。ほう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 。金利は目つぶる。おお、そうですか。一番大きい気にしますからね。金利が一番大事な気にしますけど、うん、それを最初に言うと貸してくれない。あそういうことなんや。彼らの儲けだからね。あ、儲けだからこの人記事だと思われる。はあ、じゃあそこは一切ノータッチというか、いや言わない、まあ、3パーでもいいよって。そう、あとね、もう一つは経費になるんです。あ、だから 50% 税金取られる人は半分で 1.5% です、ね、あ、そういうことか、そういうことか。逆に美味しくなる。で3年経ったら交渉すれば下げてくれる。あ、そうかそうか、もう3年で信用も得てるし、ね、ケチではないよっていう、そういうことです。続いてはこちら、うん、いい借金を背負う。はい、そんなんないよ、いい借金あの、ね、悪い借金じゃない。悪い借金はご存知でしょ。いやいや、まあ、やってきてますからねもう十何年ぐらいやってきました。はい、いい借金というのは、うん、要は自動的に返せる仕組みですよ。おうおうおう、自動的に返せる、やっぱり家賃で返せなきゃいけないでしょ。はあはあはあ、家賃で返せる範囲じゃなきゃいけない、はい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 、だから長い方がいいんですよ。あ、うん、で家賃は高い方がいい、はあはあ、それがずっと続く方がいい、はあ、こういう場所じゃなきゃダメなんですよ、物件でない。っていうことはやっぱ不動産での借金っていうのは理にかなってるっちゃかなってるってことなんですね。いい借金、あ、いい借金、そういうこと。いい借金初めて聞いた。悪い借金といい借金、悪い借金。うちの息子にそれ言って分かってもらいましたよ、はい、中学校の頃、中学校の頃英才教育やすごい、いい借金をしろよ。今購入関係になってる。いや、分からん、理解できへんねん。お前いい借金しろよ、お前親父何言うてんねやろ怖いこと言うてるわ。はい、2つ目、はい、さあ、そして最後はこちらになります。こちら、分散投資はするな。これがだからさっき言ってた、さっき言ってましたね。ちょっと意外なんですよね、うん、本来は分散投資しろっていう、まあ、リスクを、ね、ね、避けるために、そうね、今あの、うん、一つのカゴに卵を全部盛ると、うん、転んだら終わりだ、お、昔から言うんですよ、はいはいはい、だから金とそれから株と不動産とかね、三分法とかね、昔から言いますよ、はいはいはい、でもね、私もそれやってました前は、ね、投資信、投資信とかまさしくそれなんですよ、はいはい、そうですね。なんだけど片方損するからこっち、リスクからこっちは儲かればいいよ、はいはいはい、そうすると
足せば一緒になっちゃう。はいはいはい、プラマイゼロ、ゼロに近い、うんうんうん、そうすると、うん、なんかやってても10年20年何にもならないんじゃないっていうのがあるんですよ。さあそんな鳥山さんなんですけれども、うん、はい、さらば青春の光のサブチャンネル、はい、ボタンダガレージにもそれが決まっているので、はいはいはい、そうですね、ぜひそちらをご覧になってください、はいはい、さあそれではですね、うん、最後に森田さん、そして東袋さんに不動産王になるために今回学んだことをフリップに書いていただきます、うん、東袋さん、ね、いましたか、はいはいはい、うん、いやだからこういうことだと思いますよ、一言もこの話が出てこなかった、はい、だから農家は捨てろとね一切何も言わない、確かにな、確かにそうなんですよ、いやいや、そうですよ、うちの田舎は、はい、うちの、はい、甥っ子が相続しましたけど、はい、兄が先にこの間亡くなっちゃって、うん、甥っ子が相続した、うん、農家です、うん、もうやりたくないもうダメだ、大変ですよね、もうダメだ、どっかで代わりにやってもらってる、ね、そういうことか、学校の先生やってるんですけどね、はい、では森田さん、はい、お願いします、世の中の次男坊まだ諦めない、なるほどね、イメージいいですね、ね、今諦めかけてる次男坊の方々からない、多いと思う、団子三兄弟の次男はね、次男はね、やっぱり、ね、真ん中のやつ大丈夫ですね、はい、いやー、本当にお二人もいろいろ学ばれましたこれ学んだことは多いじゃないですか、はい、はい、じゃあ鳥山さん、ありがとうございました、ありがとうございました、タケです、よろしくお願いします、よろしくお願いします、生で見てもどこにでもいそうな芸大卒業すりゃいいのに、それ中退してまでっていうことでしょ、うん、俺マンション買ったんだけど、うん、お前住むかって言われて、満室にするための材料にされてたから、そうです。